さあ皆さんこんにちは、ナムでーす。本来最初に喋るはずじゃなかったんですけど、あ、ちょっとすごいここが眩しくて、あれすいません文句言って、あの喋るはずじゃなかったんですけど、あのハザードチェックが早めに済んでしまって、あんまりやると曲バレしてしまう。ちょっと僕もセット変えます。あ、セット変える。ちょっと譜面が見えないんで。あ、こっちに。ブライト。はい。ですね。でなんかあの先ほどコメコメさんすごかったんですけど、なんと一気に4分の1に減りました人数が。多分最小人数ですよね今日ね。今日なんか多いあの、ね、最後のトトさんって言っていいのか、あのトトロさん、トトロさん、トトロさん8人でしたっけ、ね、だからそこからも4分の1というね、はい、最大人数で占めてるんですね、うん、はい、で今日はあどうしよう、あのこの時間に喋るっていうことがなかったのでどうしたらいい、それ眩しいよ、こっちがあります。いろいろね、この時間に調整っていうね、いや、はい、一応25分スタートで、ね、そうあんまりね早くやっちゃうと、あの25分めがけてくる人がもしかしたらいたらあれかなと思って、ちょっと喋るっていう話なんですけど、これぐらいかな、いかがでしょうか、なんかちょっとね、なんかあのみんな見えづらい人が多いみたいで、リュウジさんもこの間見えんとか、あの和田さんもこの間見えんって言ってましたけど、ちょっとちゃんと見えるようにしておかないと、あとでこうボタンを押し間違えたりとか、いろいろ大変なことがあるので。見えてても間違えるけどね。うん、そうですね。見えてても間違えますね。それはある。それはあるけど、あの光がないと余計見えません。え、あります？あ、今日は、あ、じゃもういきなり、え、ちょっと待って、まだ。ちょっとまだです。今日、じゃあね、あの後で喋るはずだったこと言っちゃおうかな。私これ外すはずだったんですね。で暑いですね。暑いですね。ね、何が言いたい？はい、で、今日あのたけしさんの40周年音楽、あ、いた。はい、たけしさんの音楽生活40周年でいいんですかね。はい、自分勝手にそういう風にあの解釈してるんですけど、おめでとうございます。はい。で、そのイベントに呼んでいただいて本当にありがとうございます。熊本から来ました。熊本から。ね、すごい、この機材で全部持ってきたんですよ、熊本から。すごくないですか。はい、なのでね、あのこちらには1年に1回ぐらいしか来れないかもしれないですけど、またあの再会、全部喋っちゃうね、これね。また再会、後で喋ることなくなるかもしれない、だんだん寡黙になるかもしれないですけど、許してください。うん、なんですけど、うん、で始まっていいですか。もう始めますか。はい、っていう感じなんですけど、はい、で私は大阪から来ました。でよくあの大阪から来て、まあ、実家、名古屋でして、あとでまたちょっと紹介しようかなって思います、いろんなことを。覚悟しとけよ、メイライフ。はい、じゃあですね、始める？ちょっと待ってね、じゃあね、ちょっとさっきとは打って変わったあの大人の曲で始めさせていただきます。
人は、はい。
今の曲は青函飛行でした。一番最初の曲も紹介しようか。なんかね、元曲は皆さんご存知の人もいっぱいいると思うんですけど、何でした？言わない。グローバー・ワシントン・ジュニアの Just That of Us で、なんか元々は恋人たちの歌なんですよね、うん、クリスタルの恋人たちっていうすっごい放題がついてて、恋人たちの歌なんですけど、こう私が今日本語で歌ったバージョン、まあ、じゃあ明日にすれば、今日やるのがめんどくさいなら明日にすればっていうちょっとふざけた曲になってしまいましたはい、はい、で2個目がマクロスの歌ね、青函飛行でもアニソンなんですけど、すごい菅野陽子さんっていう人の作詞作曲で、うん、すごい私たちの好きな曲を好きなようにやってる感じですね。で次はですね、ちょっと静かな曲を途中でも飲んで、静かな曲を2曲ほど続けてやるので耳ちょっと取ります。で、次の曲は多分あんまり知ってる人がいない曲なんですね、ありがとうっていう曲ですけど、内容としては、まあ男女かな、男女じゃなくてもいいんですけど、まあなんかそういう近しい関係にあった人がこうお別れすることになって、でもありがとう。その後にもう一曲続けてやります。よろしくお願いします。Thank you.
します。グミコ、Sing My Way。 My Way。 My Way。マイウェイなんか分かってなさそうだよ。マイウェイなんて俺のおじいちゃんが歌ってたの。すごい。僕たちのソウルじゃないよそれは。本当に弾いてるこいつ。やべえ。1曲目は、ワイヨリカ、ワイヨリカのありがとう。
で2曲目は My Way。 最初にあのなんか言葉が入ってたんですけど、あれ何か分かった人いますか？分かった人手を挙げて。分かんない。あのですね、岩井俊二監督のスワローテールっていう映画知ってます？昔の映画です。なんかね、山口智子さんとかチャラ、三上博史、私誕生日同じなんですけど自慢年は違いますけど、あと渡部篤郎と江口洋介、誰、とにかくかっこいい人ばっかりいっぱい出てた映画で、めちゃくちゃかっこいい映画です。でその中で、イエンタウンってい こう移民の街みたいなのがあるんですけど、イエンタウンバンドっていうのを作ろうってなったんだけど、その作ろうか作るまいかみたいな時に、あのさっきの三上博史演じるチャラの、チャラ演じるグリコの彼氏が、グリコ、Sing My Way、 My Way を歌えよって言って、あのバンドのメンバーはみんな外国人なんですよ、顔がね。だけど日本語しか喋れないみたいになって、その人たちがもうじいちゃんの歌じゃんみたいな言ってるんだけど、チャラが歌いだす。映画ではね、英語だったんです。今日あのちょっと泣くけど日本語で歌ったのには理由があって、今日、多分あんまりめったにやらないかなこの曲なんですけど、たまたま名古屋でこの日にこの曲を英語じゃない日本語でやるっていうのはちょっとフォー金森ファミリーです、はい。で、あと喋らなきゃいけないこと何かありましたっけなんか難しそうなんですけど、あのとりあえずあの静かな2曲終わりまして、ありがとうと言って恋が終わった、歌も終わったので、次はラブソング行こうと思いますみんな恋をしようみたいな感じ でこの曲もちょっと古い、てかだいぶ古い、27年前の、何ちょっと待って、トレンディードラマの主題歌、みんな多分27年前、ね、に生まれてた人は知らないかもしれない、まあ、30以上ぐらいの人は絶対知ってるだろうっていう曲です。他に何か言いたいことはなのでまたあの皆さんで一緒に楽しんでいただければなと思います。ちょっと待ってね、水飲むからね。最初に喋りすぎたからネタがつきたネタがつきたこれも喋ってもよかったでも全然ね、なんか時間大丈夫かなとかいろいろ考えております。あ、余裕です。余裕です。じゃあまたしめちゃくちゃ喋るか、あと2曲、そうこれとあと2曲ね、これともう1曲ね、そうはい、おかわりはなし、残業なしはい、じゃあやりましょうか。あ、じゃあベニ風にレッツゴー。
皆さん声始まりました声始まりましたそうだメンバー紹介してみましたよ。あ、一応したかしたんですね。はい、あのそうカニアです。熊本です。なんか喋る特にないです。わかりました。私ちょっと思ったんですけど、さっきたけしさんの衣装を見てちょっと衣装かぶってるよね。ファッションもやっちゃったね。さっき気づいて、あ、そうやっぱ場所も立ち位置も楽器も一緒、そして服の色、おまけに髪もシルバーにして髪もシルバーにして、すごい丸かぶりなんですけどね全く打ち合わせなしでこんなことになって、おまけに2バンド連続みたいなね目立つったらいらっしゃいません。次もです。あ、そうです、次はあのピースオブケークで、はい、そうです、次もかぶるこんな偶然ってあるだろうか。さすが金森ファミリーの日ですね今日は。そうです、そうそうそう、で、すみません、話さなきゃいけないことは何かあったような気がするんですが、ちょっと何でしょう、何だったんでしょう、特にないかもしれない皆さん楽しんでますか？いやいやいや、外を歩いていたらね、もう湿度めちゃめちゃ高くて、あの暑いですし、今は雨が降っているのか降っているのか、まだ降っていないのかな、なかなか大変ですけど、あ、そうです、ここまで喋って思い出しました。この曲はあのラストの曲なんですけど、あのオリジナルです。唯一のオリジナル、現存する唯一のオリジナル。もう一曲あったはずなんですけど、どっか行きましたでですね、この曲はだいぶ、ね、11年ぐらい前に作って、そのまま今まである、ちょっとずつバージョンを変えながらでですね、あの、ちょっとビビったまだ始まりません。で、あるんだけど、この曲の内容っていうのは、私昔航空会社に勤めてまして、今日まだ降ってないけど、まあすごい地上がすごい雨降りの日ってあるじゃないですか、まあ、心にも雨降りってあるじゃないですか。で、そしてですね、だって高度多分1万フィートぐらい、あの国内線だったらまだね雲の中を飛んでたりするんです、下が雨の時ね、あの、まあ、こ海外旅行に行く時とか1万メートル、まあ、袖フィート、はい、ぐらい飛ぶとずっと晴れてるんですよね。地上がいくら雨でもから、あのいくらね、あの今が大変でもね、あのちゃんとね晴れてるところあるんだよっていう、そういうのを思い出してねみたいな感じの曲で作りました。それからですね、私はちょっと2人なんですけど、この